サイドセブンを脱出するホワイトベースを待ち受けていたシャアはついに赤い彗星の本領を発揮してガンダムに迫る。それはシャアにとってもアムロにとっても初めて体験する恐ろしい戦いであった。機動戦士ガンダム、次回ガンダム破壊命令、君は生き延びることができるか。シャアの無才が補給を受ける。この隙を突こうとコアファイターガンダムが強襲をかけた。しかしシャア以外にもジオンには兵士がいた。戦士の叫びが轟く。機動戦士ガンダム、次回敵の補給艦を叩け。君は生き延びることができるか。アムロたちは味方の連邦軍に捕らわれてしまった。その間にもガンダム破壊の執念に燃えるシャアらの潜入部隊が忍び寄る。味方の兵を倒してでもホワイトベースを救出しなければならないのか。機動戦士ガンダム、次回ルナ2脱出作戦。君は生き延びることができるか。重力に任せて落ちれば燃え尽きてしまう大気圏突入。その瞬間にシャアはホワイトベースに奇襲をかけた。我も危険なら彼も危険。共に大地を見ることができるのか。機動戦士ガンダム、次回大気圏突入。君は生き延びることができるか。ガルマザビの機動力はホワイトベースを地上に追い詰める。正規軍との戦いは一瞬の息抜きも許されなかった。さらに地球の重力はアムロたちに苦戦を強いる。機動戦士ガンダム、次回ガルマ出撃す。君は生き延びることができるか。連邦軍本部と連絡を取るためアムロは敵陣を飛び越す作戦を実行した。しかしシャアがその作戦の出花をくじく。コアファイターはガンダムに完走してシャアに立ち向かえるのか。機動戦士ガンダム、次回コアファイター脱出せよ。君は生き延びることができるか。避難民を地上に降ろすために戦いが止んだが、その隙に次の戦いのための陣が敷かれる。そしてペルシア親子が帰るべき大地に見たものは、機動戦士ガンダム、次回戦場は荒野。君は生き延びることができるか。ガルマザビ自らがホワイトベースに攻撃をかける。戦いに疲れ切ったアムロは体に鞭打ってガンダムを操り、ついに空中戦を行わしめる。共にシャアの深い陰謀も知らずに。機動戦士ガンダム、次回飛べガンダム。君は生き延びることができるか。ホワイトベースを打ち漏らすことはイセリナとの恋にかけてもできなかった。最後の強襲をかけるガルマザビ。アムロたちが闇の中に恐怖を見た時、シャアの企みがガルマを包む。機動戦士ガンダム、次回ガルマ散る。君は生き延びることができるか。戦いに終わりはない。ガルマの敵を討つべく生き残り部隊が特攻をかける。ガンキャノンの竜を伴ってガウを討ち取るアムロの前に美少女が立つ。その震える拳銃がアムロ。機動戦士ガンダム、次回イセリナ恋の後。君は生き延びることができるか。アムロは疲れていた。しかし新たな敵ランバラルが降りてくる。新型モビルスーツの強大な破壊力はガンダムをもてあそぶ。
そして聞こえるジークジオンの雄たけびが、機動戦士ガンダム、次回ジオンの脅威、君は生き延びることができるか。敵味方の入り組むところにアムロのふるさとがあった。人々の心は寒み、母との出会いの中、二人にとって不幸が迫る。母との再会がアムロにとって安らぎにはならなかった。次回機動戦士ガンダム、再会母よ、君は生き延びることができるか。武器弾薬が少ないのはホワイトベースだけではなかった。クアラン総長のガンダム強襲作戦はアムロたちを恐怖させるのに十分であった。彼らは勇敢にガンダムに迫る。アムロはこれを突破できるのか。機動戦士ガンダム、次回時間よ止まれ、君は生き延びることができるか。ジオンの歴戦の勇士ドアンも巨大な戦争が生み出した男だ。戦争孤児を守るために戦う男の姿にアムロは憎しみを超えた戦いをする。爽やかな感動を込めて、機動戦士ガンダム、次回ククルス・ドアンの島、君は生き延びることができるか。砂漠の中に出現するギャロップとグフ、シャアの消息を知りたいセイラは命令違反を犯して出撃をする。その無謀な戦いがガンダムを危機に陥れる。アムロの救出作戦が、機動戦士ガンダム、次回セイラ出撃、君は生き延びることができるか。捕虜のコズンが機密を盗んで脱走を企てる。時を同じく迫るグフのヒートロッドがギャンキャノンの腕を焼く。カイを救出できるのか、アムロ。機動戦士ガンダム、次回アムロ脱走、君は生き延びることができるか。一人ガンダムを買ってマクベの鉱山基地を強襲するアムロ。そこで見た、ザビ家の一党キシリア・ザビオ。マクベの基地殲滅なるか、アッザムがガンダムを溶かすのか。機動戦士ガンダム、次回灼熱のアッザムリーダー、君は生き延びることができるか。戦う相手を目の前に見るアムロ、それはホワイトベースに特攻をかけるラルたちであった。駆けつけるガンダムのビームライフルがグフを撃破した時、敵は笑った。機動戦士ガンダム、次回ランバラル特攻、君は生き延びることができるか。ついにホワイトベースに敵が乗り込む。少年たちは恐怖の中抵抗をする。重心は焼け、ガンダムはギャロップを撃破する。しかしその代償はあまりにも大きく、アムロたちを傷つける。機動戦士ガンダム、次回死闘ホワイトベース、君は生き延びることができるか。戦死したランバラルの意志をハモンが継いだ。数少ない武器を持って迫るハモンはついにガンダムを討ち取るのか。その危機に龍補正のコアファイターがハモンを襲う。機動戦士ガンダム、次回激闘は憎しみ深く、君は生き延びることができるか。竜の亡き後ブライトが倒れる。その隙をつくかのようにマクベの包囲作戦が行われた。静かに、そして激しく。戦闘中の空中ドッキングはついにアムロを危機へと陥れていく。機動戦士ガンダム、次回
幕米包囲網を破れ。君は生き延びることができるか。ミディア輸送部隊が軍に強襲され、救援物資が宙に舞う。応戦するガンダムも僕のパワーの前に傷ついていった。輸送機から G パーツを引き出してマチルダは叫ぶ。アムロ盾と機動戦士ガンダム。次回マチルダ救出作戦。君は生き延びることができるか。マチルダがホワイトベースを守るために死んだ。数多くの戦友と共に黒い三連星とあだ名される重モビルスーツドムの攻防はただ激烈であったのだ。機動戦士ガンダム。次回迫撃トリプルドム。君は生き延びることができるか。オデッサ作戦開始前に裏切り者が捕らえられたことが地球連邦軍を勝利に導いた。しかし三連星の生き残りの2機のドムは執拗にガンダムに迫る。仲間の仇を討たんがために。機動戦士ガンダム。次回オデッサの激戦。君は生き延びることができるか。マッドアングラー隊から水陸両用モビルスーツゴックが発進する。木馬を撃てガンダムを倒せと奇妙なくらい巧妙にホワイトベースに迫る。そうマッドアングラー隊の指揮官、彼こそ機動戦士ガンダム。次回復活のシャア。君は生き延びることができるか。シャアの指揮のもとホワイトベース殲滅の攻撃が続く。軍人を嫌う甲斐紫電は仲間との別れを告げたものの再び戦いに加わる。がその彼の後ろに少女がいた。機動戦士ガンダム。次回女スパイ潜入。君は生き延びることができるか。シャアの追撃の手は休むことを知らない。危機の連続の中、カイとミハルの小さな心の触れ合いが悲劇を生む。ミハルよ安らかなれと誰が言えよう。機動戦士ガンダム。次回大西洋地に染めて。君は生き延びることができるか。連邦軍本部ジャブロー。シャアの指揮する猛撃の中、アムロはマチルダの許嫁に遭う。戦争は一人の命を、一人の怒りを、一人の悲しみを容赦なく破壊する。機動戦士ガンダムジャブローに散る。君は生き延びることができるか。勝つ、烈、吉歌が邪魔者と誰が言うのか。敵の時限爆弾を探し出しジャブローを救うのは誰なのか。そしてシャアとセーラの第二の出会い。機動戦士ガンダム。次回小さな防衛戦。君は生き延びることができるか。ホワイトベースは発進する。巨大な戦場の待ち受ける宇宙へ。シャアの追撃はついに艦隊攻撃を行わしめる。迫る巨体がモビルスーツを粉砕するか。機動戦士ガンダム。次回ザンジバル追撃。君は生き延びることができるか。シャアの追撃を振り切ったホワイトベースの前にドレン隊員率いる無彩艦隊が立ち塞がる。スレッガーの奮戦。そしてガンダムは無罪に特攻をかける。機動戦士ガンダム。次回強行突破作戦。君は生き延びることができるか。
サイド6に人の出会いが待っていた。未来にはカムラン、アムロには父が。戦火の中、人は涙するしかないのだろうか。そしてコンスコンは笑う。シャア無能なりと。機動戦士ガンダム、次回コンスコン教習。君は生き延びることができるか。アムロとシャアの出会いを予告した少女ララ。戦場遠く、次の戦いのための目が吹き上がる。いくつかの運命を背負いながらも、ホワイトベースは敵の待つ宇宙へ出撃する。機動戦士ガンダム、次回宿命の出会い。君は生き延びることができるか。宇宙要塞ソロモンに地球連邦軍の総攻撃がかけられた。ディアンム艦隊の先鋒たるホワイトベースが結露を開く。アムロたちは初めて戦場の真っ只中に身をさらす。機動戦士ガンダム、次回ソロモン攻略戦。君は生き延びることができるか。ドズル中将のモビルアーマーが連邦軍を蹴散らしていく。スレッガー中尉の捨て身の攻撃が突破口を開いた時、アムロは見た。ドズルの中に宿る憎悪の影を。機動戦士ガンダム、次回恐怖機動ビッグザム。君は生き延びることができるか。次の戦いの準備をするシャア。それを知らぬマクベとアムロは無人の原野で死闘を繰り返す。少女ララーはその戦いの中に己の運命の呼びかけを見る。機動戦士ガンダム、次回テキサスの攻防。君は生き延びることができるか。すでに新たな力を手に入れつつあるアムロにとって、シャアは敵ではなかった。その戦いの最中、セイラはシャアに質問をする。ジオンを捨てよ、我が胸に帰れと。機動戦士ガンダム、次回再会シャアとセイラ。君は生き延びることができるか。人々の知らぬ間に戦いは新しい段階に入っていった。たった一機のモビルアーマーの幻覚にも似た戦いがアムロを混乱させ、ガンダムの機能は落ちていく。機動戦士ガンダム、次回ニュータイプシャリアブル。君は生き延びることができるか。キューバしのぎのシステムを使い、ガンダムはレビル艦隊を追う。その艦隊の前に、ジオンの防衛線の中に一機の鮮やかなモビルアーマーがランプする。機動戦士ガンダム、次回エルメスのララー。君は生き延びることができるか。ガンダムとエルメスの激闘はアムロとララーに二人の目指すべき未来の物語を垣間見させる。しかし戦場はその二人を包み、巨大に膨れ上がっていく。ララー散る。機動戦士ガンダム、次回光る宇宙。君は生き延びることができるか。ギレンとキシリアの総国だけがジオンを窮地に追い込んだのか。生き残った地球連邦軍は最後の特攻をかける。シャアも立つ。アムロもまたララーを追うかのように。機動戦士ガンダム、次回宇宙要塞ア・バオアク。君は生き延びることができるか。終局である。
シャアとアムロが生身で対決するなど、すでに戦争ではない。ニュータイプに課せられた宿命なのだろう。ホワイトベースをア・バオアクーの赤い炎が包んでいく。機動戦士ガンダム、次回脱出。君は生き延びることができるか。